始まりました、もちさんチャンネルです。さあですね、ただ呼びが取り上げられましたね。はい、ニュースになりました。グッドモーニングですね、テレビ朝日の番組で、取り上げられましてニュースとなりました。ネット予備校ただ呼び突然破産、超大物講師が YouTube で講義も3年間報酬ゼロ。まあこれは取材受けた2週間前ですね。で、蘇先生と僕に話来てて、できるんだったら一緒に取材を受けたいよねっていう話だったんですよね。で、一緒に受けようと思ってたんですけど、まあ蘇先生関西で仕事あるんで、どうしてもスケジュールが合わないってことで、で、蘇先生がズームでやって、なんかパーマ失敗したみたいに言ってたけど、で、僕がねテレビ朝日行って暑かった、取材を受けましたけどね、この森鉄パーカーで取材を受けましたが、なんでズームよりも僕の音声の方が悪いのっていうね。はい、あれピンマイクつけてやってたんですけど、ピンマイクついてたのに音が悪いって、まあだからちょっとしょうがないなと思いましたけどね。結構長い時間喋ってます、あれちょっとしか映らなかったですが、はい、でもまあこのことが伝わったのはいいことじゃないかなと思いますね。多くの人に届いたって言ってて、で、僕がまあ言ってたいくつかのまだまだね手はありますみたいな感じで言ってたもののうちの1個ですけど、これは取材依頼来て、本当はすぐ出る予定だったんですけど、2週間前の金曜日でも、まあ、リューチェルさんがね亡くなってしまったので差し替えなきゃいけませんっていう連絡来て、ああ全然いいですよ、それは当然ですからみたいな感じで、で、その次の週もなんか別のニュースに差し替わったんだよね。で、今日出たって感じ。まあ蘇先生がねフライングして取材受けましたってねブログ書いちゃってまして、で、僕がダメですよって言ってですね止めたんですけど、こういう風にほらニュース番組って急遽変更になることが多いので、だから出るとかって言っちゃいけないんです。だから平先生にね、もう出るって宣伝すればいいじゃないですかって言われても、いや流れない可能性もあるし宣伝しちゃいけないんですこういうのはって言って、平さんがじゃあ録画しておくって言ってね、まさか平さん名古屋にいたと知らなかったから、そして名古屋がグッドモーニングがこれ7時台に流れるって聞いてたんですけど、グッドモーニング名古屋のメーテレだと5時55分で終わりなんだよね。そう、だから僕らのシーンなかったっていうね。だから録画できてなかった、どうしようって思ったら、よかった、YouTube に流れました。まあ見ていただければと思うんですけど、結構やっぱ話せないシーンとかってあるんですよ。行動って、そういう公正なものでなければならないので、まあある人のことを言って、だとしますよね。そしたらその人側の取材もしなきゃいけないんですよ。だからあの人のことあの人のことって思うかもしれないですけど、話せないんです。そしたらそっちに取材行かなきゃいけない。だから今回はね元社長の話してますから、ちゃんと元社長側に取材行ってますよね。そう、こういうのがね実はちゃんとしてるというかあるんですね、ルールとして。まあ、だからアメリカのねニュースとかでも CNN とか左寄りの報道をする時であっても、リベラルなね報道をする時であっても、右側のねコンサバティブの人たち呼ばなきゃいけないんですね、必ずね。まあそういうルールがあったりするんですけど、あ、日本もそういう感じのことあるんだなと思って、はい、で、ぜひね、見ていただければいいんですけどね。蘇先生も本当に頑張ってやってくれてますから、もっともっとたくさんね蘇さんも喋っただろうし、僕も喋ったんですけどね、まさに自分のね教室で使ってた方々もねいらっしゃったんで、そう、有料版を使って塾に導入してた、その塾の導入とかを狙ってたんで、実はねただ呼びって、で、実際やってたのに途中で終わってしまって困るっていう方ね。これでさ、学校だったりとかさ、いろんなとこにも営業をかけてたからね。で、あの AI のやつとかも実際導入してたところあったんですよ。だただのね人たちは文句が言えないですよね。ただでただ YouTube で見てただけっていう人たちは。でもこういう人たちはね、塾だったりとかね、その有料のねサービスを導入してたところなんていうのはやっぱり声を上げなければいけないと思いますね。で、やはり報酬がゼロだったっていうのはね、まずいし、赤字体質っていうのはね本当にひどいもんでしたね。コメントもね、ヤフーひどいことがいっぱい書いてあるね。あらゆる事業において破産は突然やるもの、破産することが確定したからその時点で破産の保全をしなければならないから、破産すると分かっていて営業を継続するのはそもそも違法じゃなきゃ、例えば破産すると分かってるから給料を増やしたり、特定の業者とだけ取引するなどとして残りの財産を全て使うことができてしまう、いわゆる資産隠しも可能だから、破産すると決まった時点で給料の支払いも禁じられ、その時点であらゆる営業を停止しなければならない、だから閉店セールなどもできない、在庫は債権者のものだし従業員の給料も出ないから、本当のところは破産すると分かっていて営業を継続することはあるが、なんとかなると思った、なんとか融資を受けようとしていたとすれば直ちに違法とはならない、しかし経営者が従業員に来月破産しようと思ってるなんて口にしたらその時点で違法行為が確定しまう、だから破産は突然なのが当たり前。まあ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 、そうでも、いやでもね、これ計画性がかなり高いので、まあそれはそうかもしれないけど、いやまだまだ言っちゃいけないからですけど、これは突然のものなんじゃないんじゃないのっていうね。
いやーいい話ですね。子供のうちからただほど高いものはないということを身に染みて実感させてくれたわけです。プロにきちんと対価を払ってサービスを受けるということは本当に重要です。まあそれはその通りだ。今は何でも無料と言いつつ、情弱から巻き上げる事業の広告でサービスが成り立っているという状況、それは不健全で騙されてはいけないと子供たちは学んだでしょう。大人もこれに学ばなければ。だから子供たちは別に払ってないからね。まあ有料のプランをやった人はそうかもしれないけどね。例えば初めて聞いたんだ。なるほど。例えば初めて聞きましたが、ただで初めて YouTube の広告収入などで利益を得ようとしていたのであれば、最初のうちは経営者の持ち出しでやるしかないね。うん、そうだね。講師ごとにメンバーシップなど活用すれば、ある程度の登録者数がつけばそれなりの収入は期待できると思いますが、メンバーシップ1000円でも1000人登録すれば100万円ですからね。広告収入は、いやでもがっつり Google 持ってかれちゃうよ。5人くらい自分に合った講師を登録しても5000円、予備校に行くよりはるかに安い。難しいかな。これだと講師それぞれでとか、しかもメンバーシップって条件ありますから、誰か一人一人が講師がやったとしてもメンバーシップなんか無理ですよ。メンバーシップが OK になるまでのチャンネルを育てなきゃいけないから、だからめちゃくちゃですこの人の言ってることは。できません。有料コンテンツを使っていた人には同情する。そうだね。民間サービスをタダで使って助かっていた人たちはそれまでのことを感謝すれば、批判するのはどうかと思うものにはそれ相応の対価が必要だと。まあね、これはでも無料だから責任を持たないかつはそんなこともないんだよね。難しいよね。そう、世の中は無料のものが溢れ返ってるから鈍感になってる。そうなんだよね。そこはね、よくわかるわ。料金を取らないとビジネスやっていけないじゃんっていう風に言った。そう、だから最初のうちはやっていけるはず。少なくとも僕がやってた時はね、ない動画もいっぱいあるんでわかんないかもしれないですけど、当初のやつだったら再生数のやつで全部運営費だったりとか、ただ呼びというものでね、ただ呼びというもので運営だったりとかはやっていけるはずなんです。でもおかしかった。で、4割が入ってくるはずだった自分にも、どう考えたって黒字じゃんって思ってたら、一人だけお金もらってたとか、全然関係ない接待交際費にもお金が使われてた。そんなん聞いてないからってね。合意された経費だって聞いてないから。で、YouTube のその運営は見れるわけだから自分自身ね。その YouTube の運営で使ってるお金は見れて、それよりプラスのものが入ってるはずなのに、なんでなのってなってたんですよ。そしたら後々謎の経費がいっぱい。ね。一流講師の授業が受けれる。まあどういうものにね、経費が使われてたかっていうのが分かればいいんだって。そもそもゲームで黒字だったわけだから、様々な経費そっちでもう全部取れてるやんっていう感じだったのにさ、こんな風になるとはね。でその後もうむちゃくちゃガン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 めちゃめちゃに経費を使っていったからね。難しいね。やっぱりヤフー状況知らない方々がコメントしてるから何とも言い難いですけど、はい、まあ、とにかくまあめちゃめちゃな役員報酬交際費ってことですよ。そこがねやばい。そして数々のいろんな人にお金を払ってた。講師には払わずにっていうのね。まあまだまだ動きはあるでしょうから、まあどんなことがあってもね、授業をね残すっていう思いはあるんで、先生たちもねたくさん動いてくれてますから、なんとかね授業が誰かのこう手に渡らないようにね頑張るっていう感じだと思います。また皆さんにね見せられればいいんじゃないかなと思います。やらなきゃいけないことは山積みなんですけど、麻生先生はじめ頑張ってくれてますので、他の先生たちともね連絡したりしてますんで、あ、そう、なんかね、なんでお前が中心なんだみたいなね、やめてたくせにって言われるんですけど、はっきり言いますけどね、僕がやってた苦労にかなう人なんか誰もいないですからね。で、0を1にするのがどれだけ大変だったか。で、そのベースを作るので大量にやってきたんですからね。はい。もういろんなこと言われますけど、ずっといたスタッフたちがさ、やっぱ言ってるわけですよ。全然もう、だから僕の大変さには誰も及ばない。知ってますよ。他の先生たちも苦労してたのもいろいろ話も聞いてます。でもね、僕が経験したあの辛さはね、絶対誰も耐えられないから、普通に。あんなのできないですよ。常人じゃできることじゃないです。そのスキルの部分だけじゃないです。やなきゃいけないことの仕事の量はとんでもなかったんですよ。あの辛さはね誰にも分かってもらえないんです。でも、一番最初は見てないからね、誰もね。その初めからいるスタッフしか見てないから、それぐらいとんでもなかったんですよ。ただ授業すればいいだけじゃないですからね。あの時間と労力を考えれば、そう簡単にこれではい倒産ですさようならみたいには言えないんですよね。なんとか皆に知ってほしいです、この状況ね。はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.